ん、こんにちは。さきです。今日はバレリーナ体型になるための筋トレをご紹介します。どれも基本の動きですが、バレリーナ体型になるためには基本の動きをいかに美しく行えるかが大切なポイントになります。そういったポイントもお伝えしながらやっていきますので、一緒に頑張りましょう。足を開いていきます。つま先を外に向けていきます。たくさん開くのが難しい方はつま先を前に向けていただいても大丈夫です。 500ml のペットボトル2本を使っていきます。肘を曲げてペットボトルを前に持ってきましょう。膝をゆっくり曲げていきます。膝を曲げた時に膝とつま先が同じ方向を向くようにしましょう。背中をしっかり伸ばしたまま行います。動くスピードですが、早く動くよりもゆっくり動く方が効かせたい筋肉をしっかり使うことができます。この動きでは足の内側の筋肉を意識していきます。の、内ももと腿の裏側を意識しながら行っていきます。ペットボトルの重さがある分、お腹を使っている感覚が分かりやすいと思います。お腹でしっかり支えて体幹を意識しながら曲げていきます。さあ、10回繰り返しましょう。1 2 3 4 5。背中を伸ばしたまま行います。足を腰幅に開いて背中をしっかり伸ばしていきます。足の付け根から上体を前に倒していきます。膝を曲げます。ペットボトルを背中の後ろに持ってきて、肘をしっかり伸ばしていきます。このままリズムよく両腕を天井に向かって10回上げます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。一度お休みします。上体を前に倒した時に腰が反らないように気をつけていきましょう。頭から尾てい骨までを一直線に保っていきます。腕を上げる時に肩甲骨を少し寄せるようにして背中を意識して行っていきます。それではもう一回いきましょう。上体を前に倒したら手を後ろに持ってきて、せーの、1 2、肩甲骨を寄せるようにして5 6 7 8 9 10。今度は床の上で行っています。肩のまっすぐ下に手首が来るようにして、腰の真下に膝が来るようにします。肩幅と腰幅に足と手を開いていきましょう。まず右足を、膝を曲げて床から浮かせていきます。ここから足を上げながら少し目線を上げます。腰が反らないようにお腹を床から持ち上げるように意識していきましょう。膝を曲げた時は背中を丸めて、伸ばした時に少し目線を上げます。じゃあ10回繰り返します。1、しっかり膝を伸ばしていきます。2 3、足を上げてお尻に効かせていきましょう。6 7。お腹が落ちないようにお腹に力を入れていきます。10。反対も同じように行いましょう。膝を曲げて片足を浮かせたら、背中を丸めたところから背中を戻しながら足を上げていきます。繰り返します。足を上げた時にお腹をしっかり持ち上げていきます。足を上げた時に体が左右にぶれないように気をつけていきましょう。4 5。縮めたところからしっかり伸ばして6。
呼吸もしっかり行っていきましょう。8、9、10。はい、お尻を出して一度背中を伸ばしていきます。仰向けになります。足の向きはかかとを内側に向けていきます。でこの時かかとをしっかりくっつけたまま行います。両手は横に広げていきましょう。お腹を意識しながら片足ずつ足を上げていきます。まず右足から上げていきましょう。上げた時に足の向きが縦向きではなく足の方が外を向いたまま上げていきます。もう一度繰り返しましょう。上げます。今度はそのまま膝をゆっくり曲げていきます。時も膝が横を向いた状態で行っていきます。伸ばします。この動作を行う時も骨盤と肩を結んだこの四角い形を動かさないように動いていきます。もう一度足を上げる動作から行います。膝を曲げます。じゃあ繰り返しましょう。上げます。5セット繰り返します。3、上げるときにお腹をしっかり意識していきます。はい、右は最後です。骨盤を動かさずにできましたか？今度は反対も行っていきましょう。足を上げます。足の向きはかかとが内側を向いた状態です。足を下ろしたら膝を曲げます。この時つま先はできるだけ軸足につけて行いましょう。左足のつま先を軸足につけたままです。膝を横にしっかり向けます。もう一度行います。上げる、下ろす、曲げる。あと3セット行いましょう。足を上げるときに、腰がこう反ってしまわないようにお腹の力を抜かないように行いましょう。お腹の意識がとても大切です。2回行いましょう。上げます。丁寧に足を動かしていきます。ラストです。上げる、下ろす。膝を外向きに曲げる、伸ばす。今度は両足を床から持ち上げていきましょう。かかととかかとを内側に向けていきます。足をゆっくり開いていきます。これはたくさん開く必要はないです。この向きのまま足を閉じます。閉じた時に右足を上に重ねていきます。もう一度開いて、今度は左足を上にクロスしていきます。クロスした時に内ももと内ももがしっかり重なり合うようにそれくらいずっとクロスしていくと効果があります。開く、内ももの高いところでクロス。早く行う必要はないのでゆっくり丁寧に行っていきましょう。呼吸しながらをクロス。10回繰り返します。お腹を使って3、しっかり足はクロスできてますか？4、5、膝が曲がらないようにしっかり伸ばしていきましょう。6、7、あと3つです。
8。呼吸は止まってませんか？しっかり呼吸します。9、ラスト10。はい、1回膝を抱えてお休みしましょう。お疲れ様でした。いかがでしたか？バレリーナ体型になるための筋トレは、バレエ経験がなくても正しいやり方に気をつけて行うことできちんと効果を得ることができます。ぜひ続けて行ってみてください。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた。